何やってんの、恥ずかしすぎるやろ、もう本当に。どうも、はい、ドクマカザメです。千円自販機今日も行ってみて、ちょっと取り直しましょうか、これ。なんで全然いいよ、全然噛んでないもん、別に。いや、飛び出したやつも全然面白くなかったし、それは認める。はい、しかし寒いね、マジで。そりゃ噛むし、笑顔も硬くなるよ。面白くないってどういうことや、面白いやろ。なあ、みんな。だからこんなおっさんがずっとやっとるやつでみんな見てまう。皆さんコメントにね、書いてください。コメント結構すごい書いてくれてるよ。あれ全部ゴーストライターですけどね。あ、そうなんだ。ストライク、ストライク、ストライク。お、重さで言うとですね、フライ級。またフライ級ですね。そうです。またって何やねん。いや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 、バンタム級の上か下なのかも分からない。お、ミニホワイトボックス来た。あー、いや、これもライトです。あはー、久しぶり腕時計来た。これはどこですか。クシオド、クシオド、クシオド。いいね、ジークンドみたいな。あ、なるほどなるほど。あ、クシオド。いやいやいや、ブルースリーですね。ブルースリー、でもこれおしゃれやな。なるほど、うん、ねえ、確かに中世とかが多かったんです。中世が多かったが、クシオドは初めてやな。ですね、中世に対する最大のライバルメーカー現るんですよ。あ、クシオド。そう、せっかくなんでつけてみてください。つけますよ、じゃあ。ベルト硬い、ベルト硬くて痛い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 、ベルト痛い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 。硬いよこれ。よし。あー、でもすごい存在感がありますね。あ、すごい、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか。この、正直な話、このまがいもの感やばいね。昔あのまがいものロレックスを俺5000円で買って、はいはい、で、まあその時期あるやん。あ、わかりますよ。まあまあ、偽物やけどみたいな。それをあのして彼女の家に行ったら、すっごい彼女のお父さんが、君は若いのにそんないい時計をして、なんなんだって言って怒られたことがあって。逆効果、逆効果。すいません、これ偽物なんですよって言ったら、あ、なんだ偽物か、それは先言ってくれればいいのにって。それで納得したんですか。納得して、で、よかったら差し上げますよって言って、あ、でもこんなことしたら逆にプライド傷つくかなと思ったら、まあもらえるものはもらうよって。そのお父さん、そのままずっと3年ぐらいその腕時計しててくれたから。マリちゃん、見てますか、元気ですか。マリちゃん、マリちゃんのお父さん元気ですか。マリちゃん、あのコメントしてください、見てたら。マリちゃんももう多分結婚してると思いますけど。ということで今日お手時計でした。はい、またお会いしましょう。千円自販機もどんどんやっていきますし、よかったらゲーム実況の動画も上がってます。パリダカールラリースペシャル最高でした。はい、あと長時間過ぎて見れねえよっていう人、これからダイジェスト動画も上げてきますんで、よろしくお願いします。チャオ。チャンネル登録。